漫画家の須田先生が、大手ゲーム会社の役員社員は昇進してプロデューサーやディレクターになったらみんな高級車に乗って羽振りが良くなると言ってましたが、現役でゲームディレクターの鎌倉さんも高級車に乗ってタワマンで生活しているのでしょう。悲しいお便り来たな。悲しいお便りですね、これは。みんな何あの高級車とか、確かに言われてみるとモリピーとかも車の話すごい好きだし、ある程度偉くなるとみんな車とかに乗るのか。今俺が乗ってる車は、そうですね、自転車屋で売ってる自転車っすね。あの一番高いというか高いやつはちょっと高すぎるから、そこそこの値段のママチャリ乗ってます。でママチャリ乗ってるんだけど、もうボロボロのボロで、まあ、サドルはもうなんだろう、あれなんつったっけ、バキのさ組長のあいつ名前なんつったっけ、やべ名前が出るもんね、うろ覚えだよ。バキ花山だ、花山薫、花山薫の顔みたいになってる俺のサドル、もうボロボロになってる、いっぱい線が入ってる。まあ線どころか中の肉出ちゃってますけど、そろそろサドル交換しよっかなって思ってる。でギアは変えるとガコガコ音がするし、最近あの変えてなくても勝手にギアが変わるようになって相当きつい、やばいんですよ。あの普通に漕いでて、ペダルちゃんと足乗っけてないと勝手に動いちゃうんですよね、手前にぐるぐるぐるっつって、まあ、要するにちゃんと動いてないんですよ、ボロボロじゃん、ボロボロの状態。そう、オートマティックですね、オートマですっていう感じで乗っております。そうだね、俺のタワーマンションもそうだな、3階建てぐらいかな、部屋の窓ガラスは割れてるし、よどうしてこうなっちまったの。まあ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 、残念ながらね、私あの大手ゲーム会社のあれではないので、でかいとこのさやつだったら、そりゃすごい多い人数を抱えたさ責任があるからさ、ね、100人とか1000人とかをさ支える立場にあるから、そりゃいっぱい給料上げないとダメでしょ。それはダメだと思うんだよね。俺は言うてさ、なんかせいぜい10人ぐらいとかと一緒にゲーム作ってるだけだし、別にその10人が路頭に迷おうが俺の知ったこっちゃないという、別にそんなに責任感も持ってないんで、お金ももらえないって言われたらそうだなって気もします。そういう気がしますね。あね、自転車ね、そろそろ買い替えたいんだよ。さすがにね、ギコギコ音が鳴るし、勝手にギアチェーンしてくるのはね、普通に漕いでて怖えから、そろそろ買い替えようかなと思って、という感じで、そろそろね、高級自転車に乗り換えて、タワーではないところで生活していく感じになってますね。まあでも、そうですね。まあでもあれよ、俺別にその生活には全然困ってないから、まあ今のでそんなに困ってはないんで、そんなに不満はないですね、正直。不満がないって言ったら変な話だけど、まあ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 って感じです。あんまりこうね、責任がある状態になっても嫌だし、ゆるゆるで、生きていきたいっていう感じです。はい、お便りいただき、ありがとうございます。